お久しぶりでございます。お久しぶりです。今回は素敵なイベントがあるということで、はい、なんとですね、アピタさん、エルパさんの、企画に参加させていただくことになりました。お、企画と言いますと、はい、はい、ですね、8月11日、8月の11日、はい、はい、16日、16日までお盆期間です。6店舗、当店ロッシーニ、はい、はい、ロッシーニと、四六時中さん、四六時中さん、はい、和食です。和食屋さん、ドトールさん、ドトールさん、カフェです。カフェ、ルテカフェ、ルテカフェさん、はい、ごくごくさん、ごくごくさん、おかいさん、おかいさんの6店舗、6店舗お客様と一緒に楽しんでいく企画です。内容はですね、お客様に、はい、その期間内のおすすめメニュー1品、それを召し上がっていただき、そのレシートを、2階の中央通路特設会場ミルフローラン3枚に、持ってきます。でレシートを見せると1回くじができます、はい、くじができる、はい、最大5回まで、5回、なんで 5回、5枚のレシートですね。5枚のレシート、はい、で抽選で、1等から5等まであります。5等まで、はい、なので1等は3点分の秋田エルパ共通お買い物券、あ、お買い物券が当たるんですね、はい、で2等1000分、3等200円、分4等100円はいが、当たります、はいはい、そんなイベントで、はいはい、でロシンさんは今回食事があると、はいはい、ありました。説明させていただきます、はいはい、お願いします、はい、これがコルマブラックカレー新作のカレー、うん、ララ当店人気のララチキンカレーに、はい、ちょっととあるですね、調味料加えた、甘みを加えた一品です、うん、ちょっと言っちゃうとレシピ公開になってしまうので、そこは、はい、いつも通り、いつも通り食べていただければ、ちょっと分かっていただけるかなと思います。分かる、はい、これが一押しの商品、一押しです。これはいつから発売、これは、今月からやってます。今月からデビューされてる商品、はい、で今回の企画にこのでぜひですね、人気のカレーを食べていただきたい。わかりました、はい。これってお米は入ってないですもんね。カレーだけですもん、ね。今ナン持ってきます。ナン。はい。はい。わかりました。じゃあちょっと待ってます。これはいつもの。いつもの。ね、世界一うまい。世界一美味しいナンですね。はい。言っているナンです。ここは変化なく。変化ないです。わかりました。はい。はい。じゃあちょっと食べてみたいと思います。はい。はい、ぜひ食べてください。さあどうぞ。いただきます。新しいカレー、そしてあったかいナン、久しぶりに、ララチキンカレーの進化版だって、そんな感じかしら。いただきます、このまま、うん、おいしい、美味しい、あ、ちょっと辛め、じゃあ、ね、辛め、辛めか、へぇ、ナンと一緒に食べてみる、おいしい、ナンが絶対おいしい、おいしい、じゃあ食べてみます。めっちゃ美味しい、うん、これ濃厚、ワイン入ってるなんか大人な感じ、うん、この日本一美味しい、あ、世界一美味しいな、うん、めっちゃ合うやん、うん、
すっごい濃厚。うん。濃厚。なんのこの大きさ。ソースの味しない。ああ、何味なんやろう。ちょっとピリ辛。うん、うん、ピリ辛。コクがあるというか、うん、甘みがあるというか、うん、何が入ってるか後で教えてもらおう。企業秘密です。そっと。カレー好きの方はもうぜひ、なんとカレーが好きな方。ごちそうさまでした。これがランチメニュー。1078円。で、先ほど頼んだのがコルマブラックカリー。これね。スープが飲めて、ナンかご飯か選べて、ナンは世界一美味しいナンがおかわりできますが、1枚まで無料。2枚まで食べる。今。ドリンクバーが220円。ということになってます。そして飲むマンゴープリ。などもあります。さらし。マンゴーらしい。めっちゃ美味しい。マンゴーらしい。美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。パワーアップしてる。辛さが抜けてきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。京さんいつもありがとうございます。いやいや、もう久しぶりに来たんですけど。いや、嬉しいです。いや、すごい美味しかったです。今日のカレーどうでした？いや、結構辛いですよ。辛いですか？結構辛くて、はい、あと何が入ってるかすごい気になったんですけど、はい、コクがあって美味しい。そうです。レシピは公開したいんですけど、まあ、秘密を言うと、ちょっと甘口の醤油を入れて、あで和風香辛料を加えてます、はい。すごい美味しかった。あれはですね、私、地元富山の、デリっていうお店のコルマブラックをちょっと再現しちゃって、まあ、一度食べると忘れられない味かなと思ってますんで、ちょっと皆さん、よかったら一度食べていただいて、ぜひ、この当店はハマってください。ぜひぜひ、じゃあ一度、はい、いろいろカレーございますが、ぜひ、はい、カレーを頼んでみてください。はい。お盆、多分忙しくなりますが、はい。頑張ってください。はい、頑張って、また新しいカレーを増やしていきますので、はい、皆さんのご来店、よろしくお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、いつもの、じゃあのお茶はセルフサービスでした。すごい。席がいい。お子様向けです。お子様いらっしゃる方もおすすめです。タッチパネルですね。はい、じゃあこちら。天ぷら和食どころさん。和食専門店。初めて来ました。ルルさん。知らなかった。全国200店舗。うん、めっちゃ店舗すごい。福井は1店舗だけじゃない。そして今日注文したのはこちら、花かごを2つ、注文しました。結構いろいろあるわ。わ、すごくない？すごいね。すごっ。380円。10個頼んだら3800円。あ、美味しい。女性の方に人気のある。あ、基本単品の組み合わせみたいな感じです。あ、ね、ちょっと食べたい。ハンバーグ。豚の炙り。海鮮炙り。めっちゃメニュー豊富やね。すごい。
です。すごい。天ぷらとかいいな。天ぷらも食べてみたい。うわ。すごい。すごい。1080円。いいですな。めちゃくちゃいっぱいメニューがあります。うどん、そば。お蕎麦。家族で来るのにいいね。カレー、あ、ラーメン。すごい、何でもある。何でもあるね。ああ、お子様大好き。空飛ぶワンオンランチ。すごいメニュー。あ、抹茶もあります。デザート。ほうじ茶もございます。ドリンク、ミニパフェ、ビールもございます。わ、すごい。お酒も。テイクアウトもやられてる。お持ち帰りもやってるよ。いいね。いろいろあります。今日はそんな、四六時中さん。注文したのはこっち。すごい。いいとこ取り。いいとこ取り。天ぷらと。海鮮丼と小鉢とお味噌汁、変更もできるそうですが、今日はこのままスタンダードに行ってみます。おお、めちゃくちゃボリュームがあるね。こちらは天ぷらの方につけてみます。はい、お好みで。すごいボリューム。はい、ありがとうございます。味噌汁と茶碗蒸し、天ぷらと小鉢、海鮮丼。この天ぷら、アナゴ？天ぷら、うん、あ、アナゴの天ぷら。アナゴの天ぷら。すっごいでかい。めっちゃ大きい。それではどうぞいただきます。ご飯少なめになってます。はい、さあどうぞ。食べてください。何から食べよう。まず何だろう。お醤油かな。お醤油をかけて。ボリューム満点。天ぷらちょっと揚げたてをぜひ。わさびが。アナゴ？いいかな。ちょっとアナゴ食べます。すごい、画面からはみ出る。すごい。めっちゃって。画面からはみ出てますが。折れる折れる折れる。いけるかな、いけるかな。折れる折れる。熱々、揚げたて。サクサク。すごい。いただきます。うわ、何このお醤油、うまっ。うん、なんかちょっととろみがある。うん、めっちゃ美味しい。お醤油美味しい。うん、すごいお得なセット。お味噌汁で、これでいくらだっけ。1380円。あごさ醤油風天ぷらにかける。うん、かけてみましょう。ほうほう、
茶碗蒸し食べるよね。茶碗蒸し分かる分かる。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。四六時中様でした。めっちゃコスパ良かったです。皆さんぜひ。